はい、全ての戦闘戦上がりました。決勝ですかね。ダメです、ロードパワー。おっと、ウルタンチ、ただ一歩不勝利、連覇決まってきます。どこから先行、決勝狙ってきます。どうなるか、アベコ伸びる。さあ、一気に2塁を飛ばして3塁に入りました。ここが2塁の押し込む。こういうレッツが速い、また再び大勢を心得て、3点の1点が出てきました。アベコを打って、ラジンに行く。1点、ストライク候補まで。外に赤旗じゃろ、うん、白が出てきて、シデン、シデン、うん、勝利シデン、シデン、マジっすか、すみません、一方大間違いしております。赤は破天荒を見つけるんですが、真っ黒で見つけません。さあ、こう1位どこが走っていくのか、赤が出たな。レッカがイン、赤で外が試練、一番いいんだ、みんなんちゅう。一緒に見てこれ、これ、ここ、ここ、これ、これ、これと一緒に。うわ、これはなんで真ん中白か、白じゃなくて、試練
結局どこ1位が？銀杏寺、2位が破天荒、赤破天荒ね。で3位が？3位が優勝破天荒、昇龍の昇龍、これ試練なんですかな、赤旗、長崎、長崎君の乗り切りはデッサですか、長崎のトンがデッカ、長崎のトンのがデッカ、3位は恐竜デッカ、1位銀杏中学校1000、2位日本中学校アテンコ、3位デッカ恐竜デッカという意味になりました。4位は4位と恐竜試練と勝ち癖どっちじゃったの、ちょっとごめん、今4番と5番がわからん。4番。